23日、日本時間24日、大リーグエンゼルス4、9レッズダブルヘッダー第1試合エンゼルス3、ンレッズダブルヘッダー第2試合、アナハイム、動画、何があった大谷翔平26球で緊急降板ダブルヘッダーの試合後、会議室で、エンゼルスの広報が、今日は大谷選手は話せない。監督と GM が話します、とアナウンスがあった。 異変が起きたのは間違いなかった。監督が試合について語った後、席に着いたミナシアン GM はこわばった表情で、怪我について話さなければいけない、といった後に続けた。昌平は第1試合後に MRI 検査を行って、肘の損傷が見つかった。今季はもう投げない。セカンドオピニオンを求める。具体的なことはまだわからない。右肘の損傷。 26球で緊急交板した第一試合の後には、すでに大谷も怪我が見つかったことは分かっていたという。だが、第二試合は志願の出場。GM は、彼は、今夜もプレーしたい、と言った。全く動じていなかった。精神的に本当に強い、と感心したという。ただ、球団の管理責任は問われる。GM によれば、 大谷から肘に痛みがあると言ってきたのは今回が初めてという。それでも、大谷が右腕の疲労を訴えてから、詳しい精密検査をしたのかどうか。常に、レビン監督は、彼は自分の体のことを理解している。彼を信頼している、と話し、腕の疲労、と繰り返したが、予兆には気づけなかった。エンゼルスは今季、けが人が続出した。おハピーにしても、 ネトにしても、一度幹部を痛めた後に出場させて悪化し、長期離脱となった。今回、トラウトも骨折から復帰して即、わずか1試合で負傷者リスト入りした。球団全体で、怪我へのリスクマネジメントができているとは言い難い。